はい、皆さん、こんにちは。ノットでございます。ということで、今回ね、ちょっとね、なんと、ついさっきね、生放送、生放送っていうか、あれだ、あれ、タイトルになってると思うんですけども、まあ、ゆずソフトさんのなんか、チャンネルの方で生放送があったみたいで、まあ、全部見れてなくて、俺寝ててさ、起きたらなんかね、最新作が出てる、どうのこうのっていうのを、ツイッターのトレンドとか、タイムラインとかで見てて、あ、マジかと思って見て、それで飛び起きたんだけど、で、今さ、それを見てから撮影してるんですけども、いやー、なんか、まあ、ゆずソフトの最新作っていうか、なんかそのもう一つのブランドを立ち上げて、なんか全年齢版のゲームを作っていこうっていうので、まあ、そのデビュー作がなんか出るらしくて、まあ、ゆずソフトさん系列ではあるのかな？このゆずソフトサワーっていう、ブランドが立ち上がったみたいなんですよね。そこの、まあ、デビュー作ということで、なんだっけこれ、タイトル、このゲームのタイトルの、あれがちょっと名前なんつうのか忘れちゃったけど、ちょっと待って、調べるわ。なんて言ってたっけ？ パルテだっけ？ パルテだっけ？なんかそんなタイトル名なんだよな。あ、パルケ、パルケ。パルケっていうらしいですね。はい。ということで、今、俺、画面、多分、公式サイトの画面出しちゃいけないのかなと思って、まあ、各自でね、おのおの見ていただけたらなと思うんですけども、まあ、率直な感想をね、僕、言わせていただこうかなというふうに思います。まあ、それ、ゆずソフトさんの最新作って来たら、まあ、飛び起きたわな。まあでもそこでなんかこういうブランドが立ち上がって、このパルケっていうデビュー作が出るよっていうことはまあ喜ばしいことなんだけども、正直率直な感想を言うと、メロゲーじゃなかったことにちょっとね、がっかり感は正直あった。それはまあもうね、そのカフェステが発売してからもう1年半以上、約2年ぐらい経ってるわけで、まあそっからの次の作品っていうのをね、楽しみにしてたんで、その発表かなと思っていたら、まあこのブランドのね、立ち上がりとデビュー作ということで発表があったと。まあこれは本当に喜ばしいことなんだけど、新しいこの試みだと思うし、全年齢版のね、ゲームをゆずソフトさんが出すってことで、まあ新しい試みだと思うので、まあ、どれだけの層が入ってきてくれるのかはちょっと正直わかんないけど、やっぱまあ、エロを目的として見てる層もいる中で、まあこれがうまくいくことを俺は願ってはいるんだけど、正直ね。まあ俺はまあ、割とエロっていうかまあ裸、全裸とかも直接的なものではなくて、なんかパンチラとかさ、とにかく下着とか見えさえすれば、なんか大はしゃぎするぐらいなんか中高生のノリなんで、まあそこは別にあんまり気にしてないんだけど、まあそんな感じかな。俺の感想は。だからまあ、正直がっかりしてるけど、まあ、なんか、楽しいなと。これから楽しいなと思う反面もありますと。まあ、そんな感じかな。なんか、まだ言葉がうまく見つからない、まとまらないんだけども。なんか、ヒロインが2人、主人公1人、まあ、主要キャラ3人っていいのかな。他のキャラクターが、まあ、CV でありで出てくるかもわかんないんだけど、で、ちなみに全年齢版なんで、それこそ表名義というか、表のね、声優さんが担当さ、表の声優さんでなんだよ。まあ、声優さんが担当されるということで、はい。で、なんか、ヒロインが2人いるんだけど、CV がどっちも一緒らしいんだよね。今ちょっとパソコンで見てんだけど、月の少女、茨城里乃と、太陽の少女、何、翼、ちゃ、木戸翼っていうらしい。で、CV 一緒で、まあなんか容姿がなんか似通ってんのかなと思った。なんか表裏一体的な感じなんかなと思った。月の少女と太陽の少女だからさ、なんか変わんのかな。夜はこっちで昼はこっちみたいなさ、そんな感じで変わんのかな。全く その辺の情報は見てないんだけどさ。まあそんな感じで変わるらしい。もう CV 一緒だったらそうなるんじゃないの。で、主人公が、すごい目つきがすごい。作られた人形、いぶきかなとって書いてあるね。はい。ロボットのようだがって書いてある。主人公がこう大々的にこうやってトップページに載ってることってなかったと思うんだけど、どうだっけ？今までの主人公って顔載ってたっけ？そこがちょっとわかんないけどさ。まあ、遠山奈央さんについては、割とね、エロゲー、ギャルゲーの会社のそのノベル系の CV を担当されることが最近多い、最近多いというか、
まあ俺が知ってる中では、まあ、ギガさんのね、キスベルだったかのコンシューマー版ビータで出てるやつで、なんか新ヒロインの2人、追加ヒロインの1人が遠山奈緒さんだってのも知ってるし、まあ、サーカスさんのね、あれだ、ダカーポ4のその前年連番のそのアリスだっけの CV を担当されてるから、まあ遠山奈緒さんって見てもあーあーって感じ、まあまあまあって感じで、まあ、そんな感じの感想なんですよね。あ、やられるんだなみたいな、そんな感じなんですよね。だから別に意外性は特にないのかなと、そう考えるとね、全然意外性はないのかなとは思いましたと。で、今週前例例版ね、ユズソフトさんね、一応コンシューマーでね、あの天真爛漫が一作だけなんかなぜか出てるっていうので、まあ俺はそっからユズソフト知ってるから、それが一番最初の作品なんですよね、僕やったのが、そっから入ってる身とすればね、まあまあまあって感じなんだけど、まあまあまあが多いね。で、なんかこれ体験版があるのか、それともなんかもう日付変わってたらなんかもう販売すんのかな、そんな感じあるよね。2500円ということで、まあまあな値段かな。どれぐらいのボリュームかはわかんないけど、まあそれによっちゃまあ高いとか安いとかあるのかなと思います。まあでもやっぱり試験的実験的なものだと思うし、デビュー作なんで、まあいろんなねユーザーの感触を見る手応えとか見るんではないのかなとは思ってまあいっすけどね。はい、まあでもトップページ見る限り、この何、茨城里乃ちゃんはめちゃくちゃ可愛いなとは思ってる。でも前年齢版だから下着姿をこうオープンで見せられんのかなと、わかんねえんだよな。そこも曖昧になってくるよね。もうなんか謎の光入るぐらいなら、パンツとか謎の光入るぐらいならスパッツ履けって俺は思うな。スパッツだったら別にね、謎の光入らないし、なんかまあ、エッチーからさ。まあそこでちょっと妥協してもらっても全然俺はオッケーなんだよな。月の少女、太陽の少女、やっぱついにやってんのかな。まあ説明見るから限りは特にそんなことは書いてないのかな。ちょっと待てよ。猫を思わせる涼やかな茨城入りの犬を思わせるおおらかな木戸翼って書いてある。翼ってかっこいいな。かっこいいなってか、かわいいな。あ、でも全然ここのやつ読んでないな、ストーリーの概要みたいなやつ。まあ、これはまあ後でじっくり読もうかなと思いますけども。はい。だから24時、まあ日付変わったらね、配信されるみたいなんで、まあ俺もダウンロードして、実況やっていこうかなと思ってます。あの、著作概要、ガイドラインに書いてある通りでは、別に問題なくやれるみたいなんだよね。製品版プレイ動画の配信投稿については多分これは変わんないんだよね。プレイ動画もモッド動画などの投稿や配信は許可なく行っていただいて問題ありませんって書いてあるんで、実況は字幕解説感想なしに作品内容をそのまま配信する動画の投稿は別垂れ流しはダメって感じか。これはまあいつものやつって感じかな。はい、ということで、まあこんな感じでね、俺がこう思ったことと、まあこれからのね、このユズソフトサワーさんのね、こうデビューを期待していきたいなと思います。あとまあ安心したのはね、なんか生放送の最後にエロゲーはエロゲーでね作ってるらしいので、まあそこは本当にありがたいことなのかなと思います。やっぱりね、今までやってる作品までエロがある中なので、やっぱり俺個人的にもね、まあ見たいよねとは思ってるからさ、まあまあまあ安心したかなと。それがいつなんのか、来年とかになんのかな、発表が秋とか冬とかになってしまなって春とかに発売するっていう流れになりそうな予感はしますけどね。まあ何やともあれ、まあ、新しい門出でいいのかな、まあということになってくると思いますんでね、本当に応援しております。本当にね、いつもやらせていただいておりますのでね、感謝感謝しながら毎日やっておりますので、本当にね、いや楽しみだな。はい、ということでチャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。